そこで太一が外国人に徹底リサーチ。あなたはどこまで日本人？日本人はなぜ〇〇なのか。ついに新コーナーが始まりました。今回のテーマは癒しということで、あちらをご覧ください。 ECC にいる外国人の方に癒しについていろいろと疑問を聞いてみたいと思います。疑問ハンター国分太一が訪れたのは英会話スクール ECC 外語学院。世界31カ国およそ1000名の外国人講師が在籍している。一体どんな疑問が飛び出すのか。では早速行きたいと思いますけども、もう声聞こえますよ。どこだ。あ、ここだ。はい、こんにちは。こんにちは。 Nice to meet you. My name is 太一国分。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然日本語できるんですよ、皆さんね。そうか。調査対象はこちらの7名。いきなり外国人からこんな疑問が。お疲れ様です。お疲れ様です。意味わかりません。僕これカメラ止まった瞬間言いますよ、お疲れ様ですって多分。意味がわからないんですか、それは。ありがとう。あ、なるほど。お先に。ありますよ。お先に失礼します。お先に失礼しますみたいなのもないですか。難しい。あ、丁寧なんですね、そう考えると。日本人は面白い。それではいよいよ本題。日本人の癒しに関する彼らの疑問とは。癒しに関します日本の疑問をちょっといろいろと聞いていきたいと思います。疑問のある方。はい。仕込まれましたねこれね。ちょっとじゃあグレゴリさん、はい、お話聞かせてください。こたつというのは、あの、こたつ、こたつというのは、はいはい、日本人には癒されると言われてますが、足があったかいですけど、はい、背中が寒くないのでしょうか。それはなぜ癒されると言われますか。日本人はこたつで癒されるというが、背中は寒くないのか。グレゴリさん、ちなみに入ったことありますか、こたつに。そう、あの、前持ってましたが、はい、まあ、なかなか、あの、慣れてなくて、はい、他に友達にあげました。あ、背中が寒いっていう部分もあって。そう、でも座椅子が大事かもしれないですね。座椅子があるとこう背中も温まるので。あ、でも不思議ですね、こんな疑問が出てくると思わなかったですから。他に何かありますか。あ、じゃあグリゴリさん、あの、これなんで、あの、日本の若い女性が可愛くて可愛くて、はい、あ、癒し系でも、うん、年取ったらオーバータリアンが多いですか。年を取ったらオーバータリアンが多いの。日本人はなぜ若い頃は癒し系なのに年を取ったらオーバータリアンになるのか。ニュージーランドはないですか、年を取ったらオーバータリアンになるとか。向こうでは、あの、年を取ったらだんだん穏やかになります。何？穏やかになります。穏やかに、はいはいはい。アメリカはどうですか、おばちゃんとかになっていくと、おばさんになっていくと。もっと、あの、優しくなるイメージあります。ああ、そうですか。これはね、人それぞれだと思うんですけど、全員が全員そうではないと思うんですけれども。他にも日本人はなぜ座禅で癒されるのかなど、外国人ならではの疑問が。さらに、あと、キャリーさん、キャリーさんもありますか、何か。あります、はい、あの、なんで、あの、日本人は家族に癒されたいんですか。家族にどうして癒されないか。癒されないか、どうしてだろう。日本人はなぜ家族に癒されないのか。誰と結婚するとか、そういう相談したり、あと、まあ、旅行する時とか、まあ、もしこのホテルとこのホテルはちょっと困ってて、はい、その意見も聞いて、その時間というのはちょっとやっぱ癒されてるのかなっていう感覚ですか、それが。太一さんは、はい、あの、どうですか、家族とは。いや、だからそのグレゴリーさんが相談するようなことは僕多分してないですね、両親には。親の名前も知ってますか。親の名前は知ってますよ。大丈夫です、大丈夫です。誕生日は、誕生日は分かってます、分かってます。皆さん、ちょっと聞きますけども、家族には癒されてますか。癒されてる方。ああ、そうですか。それはちょっとあるんでしょうかね。日本人が全員手を挙げるとは思えないんで。様々な疑問の中から太一が選んだのがこちら。日本人はなぜ家族に癒されないのか。街の声は、
家族より友達ですね、基本的に。そっちの方が癒される。子供はもう大きいからね、働いてるし、まあ相手してくれないしね、奥さんは奥さんで奥さん勝手なことしてるし。ただそこにいる、ただそこにいるっていう感じ。癒しではないですね。普通までもいかないけど。猫はもう何より癒される。よその猫に会いに行きます。猫と、はい、さてどっちの方がいいですか。猫です。一番は猫です。そして日本人1000人にアンケートを実施。あなたは何に癒されますか。1位はペット、2位は音楽、3位は恋人という結果に。そして家族はというと、なんと9位、かなり低い。あなたはどこに当てはまりましたか。日本人はなぜ家族に癒されないのか。解決してくれるのは、心理学に関する著書累計75万部を売り上げた心理カウンセラーの春香陽子さん。日本人というのは幸福度を感じる感度がとても弱いからなんですね。客観的に見るとかなり幸福な国でありながら、主観的にはなかなか幸せを感じていない。こんなデータがある。国連の機関が平均寿命、就学率、GDP などの面から国民生活の豊かさを調べた調査では、日本は世界182カ国の中で第10位、トップクラスの豊かさを誇る。しかし、アメリカ政府が出資する研究組織が幸せに関する質問をし、回答を分析した幸福度調査では、日本は43位、かなり低い。一番身近な家族による幸せ、また家族による癒しも感じにくいと言えるのではないでしょうか。さらにもう一つ理由があるという。日本には昔から家父長制というものがあります。家父長制が長く続いてきた日本では、厳格な父の存在が大きく、家族から癒されるという気持ちも持てなかった。日本人にとってそもそも家庭に癒しを求めるという歴史も浅く、つまり日本人は家族に癒されることに慣れていないと言えると思います。日本人が家族に癒されないのは、家族がいる幸せを感じる感度が低いことと、家族に癒されることに慣れていないから。悩める現代人に新たな生き方を提唱する心理カウンセラー。